乃木坂46公式ライバルとして結成され、先月15日、木曜日、2メンバー及びグループ名が発表された、僕が見たかった青空。8月30日、水曜日の CD デビューに先駆け、7月11日、火曜日よりデビューシングル、青空について考える、が先行配信され、昨夜は、FNS 歌謡祭2023夏に出演しデビュー曲をテレビ初パフォーマンスを行い、その直後に初となるミュージックビデオが公開された。TikTok ライブ見た後に FNS に出演して、そのままメガボルト公開で完全に僕青にハマってしまった。めっちゃ良かった。意味わからんくらい涙が流れた、青空について考えるめっちゃいいやん。毎日投稿されていたメンバーソロ紹介動画がメガボルトになってるなんて。めっちゃエモいメガボルトだった。パフォーマンスのクオリティ高い、振りめっちゃ揃ってるやん。これがデビュー前のグループなんて信じられない、など、早くも期待感に溢れたコメントが SNS 上でも拡散している、青空について考える、ミュージックビデオは、乃木坂46公式ライバルとしてオーディションに合格したメンバー23人が、実際に歩んできた一期、実体験、思いをもとに、青春の一シーンを等身大で描いたノンフィクションを軸とした構成で、普通の日常を送る女の子が夢への大秘宝を踏み出すまでの狐を切り取るという、デビュータイミングでしか表現できないミュージックビデオとなっている。メンバーは、北は北海道から南は沖縄までその出身地は日本各地に及んでおり、23人23色の青春の空をよりリアルに描くために、ロケ地もそれぞれのメンバーに合った各地で行われ、制服も23パターンを用意。バル、23人23種の制服を着て一緒にパフォーマンスするダンスシーンも見どころの一つとなっている。また、イントロでは、グループ紹介を兼ねてメンバー全員の手で、木青の文字を作ったり、センターを務めるヤギがメンバーからリフトアップされるフォーメーションが目を引く展開となっている。ヤギが持ち上げられる振り付けは、メンバーが日々綴っていた日記で、センターのヤギを下から支えたい。ヤギを支えて23人全員で頑張っていきたい、と書かれていたことがきっかけで取り入れられたという。楽曲の振り付けは、全体としてグループ名や楽曲タイトルにもある、空をコンセプトに、青空、日差し、雲の動きなどをイメージした動き、構成にも注目だ。さらに、メガボルト映像の画角は、Z 世代の青春を縦動画やスクエア画面で切り取る一方で、昭和や平成初期が青春時代だった世代には懐かしいテレビの4対3サイズ画角もあえて取り入れ、各世代の青春時代やその一辺を懐かしくも思い出してもらえたらという願いも込められている。また、本作の特徴としてメガボルトと SNS 縦動画の二軸で完成される作品となっている。